何回だ、何回だ、いやいや、いいんじゃないですよ。何ですか、何か僕が持ってたんですよ。持ってたというか、何すか、おはようございます、いいや、じゃそれアウターじゃない、なんかシャツみたいに着てアウターだから、このな、派手ないとかいいから、これも一旦これで、これ俺今ボケてね、こうやってやってたんだけど、じゃん、横見たら 俺よりおかしな服で、いやこれの方がおかしい、ここペロッとはだけてる、早く、いや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 、いいの、大丈夫、これだけね、じゃちょっと後で買います、気になるってこと、それおかしいから服忘れちゃって、違う服の話だって、違うよって、あ、これ面白いやつやってたんでしょ、いやいや、中途半端すぎるから、なんだお前その格好、閉めろ上まで、お前だよってお前いやいや、なんすか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 、な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 、やっぱ色味がね、ある方がさ、色味だけ理解して全部理解したような感じで言うから、おかしなことになってんだよ。どうもおはようございます、お疲れ様です。はい、まあ、遊び道具局の肩慣らしでーす。はい、始まりました。はい。いや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 ね。今日ね、ちょっと収録に行ってきたんです。すごい聞きたかった、その話。あ、そうですか。うん。ですね、まあ、エロキンっていうね、まあ、知ってると思うけど、エロキンっていう番組なんですけど、Amazon プライムでやってるエロキンっていう番組で、鬼ヶ島の大河原さんと、鈴木拓さんが MC で、うん、はい、まあ、なんすかね、ちょっとエロバラエティーみたいな、まあじゃあ僕のところにも、はいはい、まあ、こう行くか、この収録ってことだから、いろいろ調べたけども、そう、エロ番組、はい、まあ、しかも Amazon プライムの、 Amazon プライムの、まあなんすかね、そのノリとしてはゴッドタンのちょっとエロ企画っぽいような感じとか、昔の深夜番組キスガマン的なね、そう、うん、ノリで、もともとその大河原さんと俺知り合いだから、うん、大河原さんから俺に電話かかってきて、はいはいはい、ちょっとこういう番組あるんだけど、うん、出れないかと、うん、マッハでみたいな感じで、あ、全然ありがとうございますって俺言って、うん、いや、というのもね、他の芸人にオファーした時に、うん、そのある芸人にオファーしたら、うん、全然出ますよみたいな感じだったんだけど、うん、マネージャー通した時に、うん、断られたと、うん、その、まあ、やっぱ内容がちょっとエロっぽいやつだから、まあ、エロっぽいというかエロいでしょ、エロいです、うん、ドエロなんですけど、うん、ちょっとまあ言ったら汚れっぽいような雰囲気のあるあれだから、うんうん、ちょっとあれなんだけど、うん、どうかなって言われて、うん、でそれ聞いたのが女のマネージャーだったっつってたわけよ、うんうん、だからちょっと男のマネージャーの人に聞いてくれと、うんうん、言われて、あ、分かりました、でも全然うちは大丈夫っすよ多分って言って、うん、これはマネージャーさんに投げたら、うん、でマネージャーさんにしたら、あ、まあ別にうちは大丈夫だよそんな気にしなくて、うんうん、って言っても話が進んでったわけね、はいはいはい、で、まあじゃあまずマッハはまあ確定でしょっつって、うん、で3組欲しいって言うから、うん、あと2組誰にするかね、うんうん、みたいな、もうそれマネージャーにお任せしますって言って、うん、やってたんですよ、うん、したらなんかガンタが出れないってなったわけね、うん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 、で、うん、あれ出れないんだ、うん、あ、まあじゃあスケジュールの調整がちょっとあれできなかったのかなと俺は思ってて、急遽俺の相方として4000年に一度咲く金指を、はい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 、ピン芸人指名して、うん、そしたらまあ金指もまあ出ますみたいな感じになったから、はい、今日ね収録をしてきたわけですよ、うん、で、まあ楽屋にみんな入ってわーわーわー喋ってて、うん、なんとなくやっぱガンタの話になるわけよ、ほうほうほう、で小野田さんとかに、ね、他の芸人とか、あれ、なんで今日ガンタさんあれなんすかって聞いたら、うん、俺はスケジュールのあれだと思ってたんだけど、うん、あのマネージャーさんが、うん、いや、なんかね、乗り気じゃなかっぽくてなんかあんまり、ええスケジュールじゃないですか、あ、なんかねスケジュールなんかあるわけないじゃん、だって一緒のスケジュールなんだからいや、でもなんか言う、なんかその別のそっちのバイトの方が融通がどうしてもつけない、バイトじゃ休まないよと俺も思ってたのよ、けど、うん、え、そうなん、え、飲み気じゃないんだって思って、オープニング撮るじゃないですか、うん、そうすると大河原さんとか MC でしょ、うん、そしたら、あ、来たライジングアップみたいな感じで、あれ、坂巻
お前なんでガンタいねえんだよ。いや僕も今日ガンタとやるつもりだったんですけど、うん、なんかあんま、うん、乗り気じゃない僕じゃ普通に行っちゃうんだよ。おいおい違うよ。って言って、待って、何がお前汚れだと思ってんだろうって言われて、そこは面白おかしく、いや俺も知らなかったんですけど、あいつこういうの NG だったんすよみたいな。いやそこはそこで一応笑いにはなってんだけど、なってねえよ。なってんだよ、俺のキャラ分かってないんだから。全カットだよそんなもん。バーッ、俺が NG だって言ったところで、なんであいつ NG なんだよ。なんでねえのあいつみたいな感じで、だってもで収録めっちゃ盛り上がったの、いい感じで楽しい感じで、いいんじゃないそれは。本人たちが盛り上がってるだけかもしれないけどね、その内容はね。いやまあスタッフさんとかもめっちゃおもろかったっすって、そう言うしかないからね。違う、本当にそんな感じじゃないの。でエンディング、まあ盛り上がるよそんな下ネタなんだから。そうそう、だからもうエンディングとかでも、おちょっとまた来てくれよと、また来てくれよと、で、あのガンタ呼べと、ちょっとかかるわけよ、次あの呼ぶと思うけど、そんな結構説得してこいと。そのって言ったから今説得してるわけ。絶対よ、何が絶対そんなものは、あの放送に乗らないから、知らないで、誰も知らないやつの相方が何を断ってんだみたいな、もうそんなノリも絶対オンエア乗らないし、それで次引っ張れるわけないから番組が。いやでも結構あそこがガンタそんな断るはずないガンタかみたいなことに。違う、長脇くん違うよ。な、理由を言わない。理由、はいはい、まあ理由は別に、本当に別に面白くない理由だから、こんなもん。あ、そうなの。いや、そこさ、なんすか、なんすか、マネージャーから聞いたまま。なんで俺なんて答えるの。性病とか言えばいいじゃん。いやいや、そう、あれちょっと性、いやもう大川さんボケっぽい返し嫌いだから、ガチなやつ知らねえだろ大川さんのこと。いや割とそうだから、あの人ナチュラル系に狙ってる感じ。じゃあナチュラルでいいのに。いやちょっとおととい性病が発覚しまして、それは言い方じゃん、ナチュラルっぽく言うのは。それはテクニックじゃん。いやテクニックじゃないですもん。え、まあそこはもう言っちゃったことだから。なんで自分で土俵にあげようって。あと、さがちゃん、すっごい口臭いんだけど、ものすごい緊張したんじゃない今日の収録。残り歯がすごいんだけど。いや、緊張して。緊張してんよ。すっごい緊張したんじゃない、大丈夫。いや、まあ結構。ある程度のこのほんわかとした。匂います匂いが。え、これは緊張。残り歯かなと。やっぱ明らか普通じゃないかなって。いや、これは乾いてるだけです。緊張乾いてるだけです。はい、シンプルに乾きの乾いてるやつなんで。そうだね。で、だからそういうのもあって今日、俺この、家くんのも送らしたんで。ああ、まあ。優しいだろ。あ、何？いや、それは別にこれ終わってからでもいいし。ほんと？はい。もう、今すぐって思われ。え、今俺終わった後だと思ってんの？もう、その、思い出を使った後だと思ってんの。15分。遅く来たんですよ。いや、してないから。どんだけ物足りん。またその流れで、俺イリなんすと。うん。あ、その企画自体が、高見くんね。てか、まずこの話を聞くにあたって、事務所状況とかもいろいろね、お話ししないといけないね。まあ、なんかこう、ちっちゃい事務所ですから、ようやく来た仕事みたいな。まあ、そういうことですよね。そうですね。今度。去年一昨年だよね。一昨年の6月にようやくできた事務所、俺ら1号、うん、でも後輩がちょっとずつ入ってる、その中でもタレントが3、4組、うん、その中で、コロナ禍もあってなかなか仕事が入ってこない、ようやく入った仕事、エロ番組だけども、エロ番組だけども、そこはごめん、エロ系だけども。エロ系だけどもってことだよね。そうです、そうです。で、それで、何話そうとしたっけ。で、その、企画の内容が、機械をつけるんですね。機械をつけて、その、反応したら、その、パトランプが、ウィン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 って、なる機械をつけられて、その、セクシー女優の人に、こう、いろいろされて、ダメだったら元賞金が10万円もらえるってことだから、どんどん金額が減っていくよっていう企画なわけ。あ、そうなんだ。そうです、そうです。で、俺 ED なんすよって言うから、もう企画自体がそれダメだから君
ED だったら無敵じゃんみたいな話になって、あの普段薬とか飲んでんでしょって言われて、はいって言って、あの今飲めって言われて、もうその場で飲まされて面白いじゃん。だから、うん、これはもうずーっとピー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 なってる状態になってる。めちゃくちゃ痛い。めちゃくちゃ、もうだってそうだよ、めちゃくちゃやだ、あんな、たまにピーってなるやつはずーっとなってんじゃねえか。で今も飲んでる状態だからね。今はさすがに刺激がないからあれですけど、っていう感じで一応そういう感じになった。それでちょっと盛り上がったんで、ぜひずーっとなっちゃってたんだ。無理だ、あれ無理だ、本当に結構エロいか、本当に結構エロいんだから、あれ見てください。そうでしょ、いやそうだ、そうだって思ってたよ。だってこうプロが来るわけでしょ。もうプロ、いろんなプロが、プロです、プロで、まあ、そうすごい、でも楽しかったです、収録自体は。いいですか、だからもうぜひね、次回いいですか、じゃあ僕の断った理由。ああそうですね、やっぱ知りたいんじゃないですか。うん、なんすか、誰が、いや岡原さんが、岡原さん、岡原さんが知りたいでしょ。いやいや言ってもさ、はいはい、俺売れる気あるからさ、はいはいはい、なんだろう、そのなんかなんすか、はっきり言いなさいよ、はっきり。まだ定まってないからね、ちょっともう売れる気だから、その時の子供番組だとか CM だとか、はいはい、いろんな可能性がある中で、そのエロいって、うん、しかもその一瞬で流れていくものなら消せるんだけど、今こっからアマゾンってめちゃくちゃ伸びるし、はいはいはい、みんな常に見ているものの中に、多い番組らしいですよ。そうそう、毎日見るものに、はい、その映像がね、はい、ピーピーって完全にボッケしてる人が、いやいや、まあ、分かるよ、分かるよ。もしオファーがあったらね、ねえ、まあ、その多分放送されてないですよ、ガンと。されてガントのガンタの人となり、ガンタで30分使ってたら出ます。ガンタの説明から30分は喋ってないから、これこれこういうコンビで、オープニングとエンディングでこいつの方がものすごい下ネタ言うんですけども、実は来てないみたいなとか、まあ、という番組を収録しましたんで、まあ、わざくらいの放送されたらちょっとどんなんかなって見てみてください。ということでございました。お疲れ様でした。はい、いらっしゃい。もし